こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなーちゃんです。今回は映画東京リベンジャーズの実写版と原作の主な変更点を検証しまとめた動画の後編です。この動画ではあっくんの自殺シーン以降の変更点をまとめており、それ以前の改変シーンは前編にて検証しているので、ぜひ前編動画もご覧ください。今回も引き続き、一体どんなシーンが変更されていたのか、主なものをまとめて、原作ファンとしてその改変をどう思ったのかも正直に語っていきたいと思います。原作、実写版、ともに超リスペクトした上で作成した動画ですが、気分を害されそうな方はここで動画を閉じてくださいませ。またネタバレの内容も含みますのでご注意ください。実写版と原作の主な変更点まとめ。あっくんが自殺してしまった後、劇場版ではドラケンの死について調べようとしたのに、うっかりナオトと握手してしまい、何の情報もないまま過去に戻ってしまい、さらに過去のナオトが修学旅行でハワイにいるため、もう一回未来に戻ることも難しいという状況が描かれていましたが、原作ではいつどうしてドラケンが死んでしまったのかがっつり調べていて、未来の幼いに事情を聞きに行くシーンや、ドラケンの死因とされていた東卍の内部抗争を収めるため、マイキーとドラケンの喧嘩を武道が仲裁するシーンがあるのですが、かなりの話数があるため、それらをうまくカットした編集だなと感じました。ただ、マイキーとドラケンの喧嘩を削るためか、パーチンの逮捕、ペイアンの裏切り、それをなだめるマイキーという名シーンもカットされ、それは残念に思いますし、血のハロウィン以降の続編をもし今後作っていくのであれば、ここをカットした分どう辻褄を合わせていくのか気になるところでもあります。19個目はメビウスから奇襲される直前のやり取りで、劇場版ではそこにいるのはマイキー、ドラケン、パーチン、ミツヤでしたが、原作ではミツヤではなくペイアンでした。この変更はあまり気にならなかったのですが、その後三ツ矢が竹道に、マイキーくんのダチだからってあんま調子乗んなよと言っていて、細かいことですが創設メンバーで同い年の三ツ矢がマイキーをくん付けしていることに違和感がありました。ちなみに他のシーンでは三ツ矢はマイキーと呼んでいます。20個目はマイキーに乗された幼いが瓶を持ってマイキーに襲いかかるも、ドラケンがマイキーを守るというシーン。劇場版ではドラケンは手で瓶を止めていて、大事には至らなかったものの負傷していますが、原作では幼いが振りかぶるよりも早くドラケンが膝蹴りで幼いを気絶させているというシーンでした。さらにその後、先ほども触れましたが、原作ではパーチンが幼いを刺して少年院に行くことになりますが、これらのシーンがカットされたため、武蔵祭りでの抗争に原作ではいなかった幼いやパーチンが参加することになっています。武蔵祭りは全体的な流れが大きく変更されています。まず原作では竹道、ひな、ドラケン、エマの4人でお祭りに行っていて、マイキーは用事があって来れないと言われていたけれど、その用事というのがドラケンをはめようとした者による偽りの呼び出しで、マイキーとドラケンを引き離し東卍の内部抗争を引き起こそうとしたというものでしたが、劇場版ではエマが登場していないため、お祭りは竹道とひなの2人で行っていて、お祭りとは関係なしにマイキーは
みんなとドラケンを待ち、ドラケンは一人でマイキーを待ちくたびれていて、二人を引き離そうとした者により、お互いに偽りの呼び出しを食らっていたという展開でした。さらにその後、原作ではエマとドラケンが二人の時に、劇場版ではドラケンが一人の時に大勢に奇襲されてしまうのですが、原作ではドラケンがはめられそうになっていることに気づいた三ツ矢が、一人で武蔵祭りに来ていて、竹道と合流してドラケンの元に向かっていて、ドラケンは襲ってくるものを返り討ちにしていたものの、三ツ矢たちの姿を見て、さすがに20人が限界かと、その後を三ツ矢に託しています。そしてその後、マイキーが東卍がはめられそうになっていることに気づき、一人で駆けつけるも、メビウス側もさらに半魔が登場し、メビウス100人対東卍4人という人数差の中、どうなるかとハラハラしていたら、実は三ツ矢がみんなに声をかけていて、バジなど東卍メンバーが全員集結、83構想に発展するという熱い展開でしたが、劇場版ではドラケンは幼いを含む大勢に襲われていて奮闘するも、かなりピンチに追い込まれてしまい、さすがにこの人数はきちいぞと膝をついています。微妙な違いではありますが、ドラケンは大勢を相手にしても絶対に負けないイメージがあったので、敵陣に幼いがいるという原作との違いがあるとはいえ、膝をつくシーンが描かれたのは意外でした。ですがその後、一人でこの人数どうしよってのと言ってくる幼いに、俺は一人じゃねえ、これはマイキーのバブだと言い返すシーンは、それまでの流れとうまくつながっていてすごいなと思いました。また劇場版では三ツ矢がみんなに声をかけていたという設定はなく、マイキーがみんなを引き連れて現れています。22個目は、竹道とひなの出会いに関する変更点で、個人的に一番気になった点です。劇場版では清正にガムテープぐるぐる巻きにされた竹道をひなが助けてくれるシーンで、ひなが初めて出会った時のことを話しています。その回想シーンの中では、コンビニでバイトしていたひなに絡んできた輩を竹道が頭のおかしいやつを演じて追い払うというものでしたが、二人の出会いが描かれるのは原作ではもっと後のことですし、その内容ももはや出会った年齢すら全く異なるものでした。原作では子供の頃に不良に絡まれていたヒナをスーパーマンの格好をしている竹道が助けたものの、その後の喧嘩では勝てなかったというシーンで、大筋は同じものですが、このシーンはヒナとの出会いのみならず、キサキや新一郎くんまで絡んでくる物語の鍵を握る超重要シーンなので、ここを変えてしまうというのはかなり意外でした。続いて、ドラケンが清正に刺されてしまった後の流れもかなり変わっていて、劇場版ではドラケンを運び出そうとするも、邪魔してくるやつが現れ、そこにあっくんたちが来て竹道を助けてくれて、その後清正単体に遭遇して怠慢という流れでしたが、原作ではドラケンを運び出すことに成功し、ヒナたちが呼んだ救急車を待っていたところに、清正が単体ではなくレッド君たちを連れて現れています。その後、竹道が清正に勝利するもののボロボロになり、ドラケンと共に死をも覚悟しながらレッド君たちに立ち向かおうとしたところで、アッくんたちが来てくれる
というシーンでした。その後アックンたちが喧嘩賭博で拓也を守った竹道のごとく絶対負けねえと踏ん張ってくれたりとかなり泣ける展開で大好きなシーンだったので、劇場版では割とさらっとあっくんたちが登場していて少し残念に思いました。また清正が来た時にひなちゃんとエマ連れて逃げろというドラケンに対し、原作の竹道は自分が無意識に逃げようとしていたのをドラケンが察して、自分はこんなにもボロボロの状態なのに逃げろと言ってくれたのだと気づき、情けねえと踏ん張りドラケンに感謝もしていますが、劇場版ではドラケンが下ろせ俺がやると言ったところ、ドラケンくん俺が逃げると思った、俺がビビってると思った、なめんなこの野郎、黙ってそこで休んでろ、これは俺の喧嘩だと清正さんに立ち向かっていくという演出でした。これも微妙な違いですが、竹道の印象がだいぶ変わる変更かなと思います。ラストはドラケンを救い未来に戻った後のシーンです。劇場版では美容師になっているアックンとすれ違ったり、ナオトが見ていたマイキーの写真からドラケンのタトゥーが消える演出が追加されていて、原作ではもっと深掘りされている部分が自然にまとめられていました。また大人になって生きているヒナを見た竹道の表情に思わず泣いてしまいました。以上が実写版と原作の主な変更点の後編になります。もっと深掘りしてほしい、劇場版でも見たかったと思うシーンもありますが、前編動画でも述べた通り、キャストの方々や制作されている皆さんの通り部への熱い思いが伝わってくる最高で大好きな作品です。実写版第2弾となる血のハロウィン編も、前編がゴールデンウィークに、後編が夏に公開されることも発表されており、気になるのが新キャストについてですが、個人的な願望としてはバジワ柳楽優弥さん、津田まさきさん、山崎賢人さん、千冬は山田涼介さん、高杉真宙さん、カズトラは志尊淳さん、横浜流星さん、新一郎くんは岩田貴則さんがぴったりだなと思っているのですが、皆さんはどう思いますか？誰が演じられてもきっと素晴らしい作品になっていることだと思うので本当に楽しみです。ご視聴ありがとうございました。これからもたくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。